はい、こんにちは、こんばんは、木更津と申します。お初の方は初めまして。狼神々実況プレイのパート43くらいですかね、始めていきたいと思います。ナンパ船の方に来て、櫓があったんですけど、その櫓に空中ジャンプ、壁ジャンプではなくて空中での二段ジャンプを使って登りました。なぜこの技が使えるかというと、実はカットしてる間に師範のところに行って技をいろいろ教えてもらったからです。で、前言っていた穴を掘る、岩盤でも穴が掘れるっていう技も習得しましたし、それから敵に無礼な態度をとって妖怪牙を落とさせるっていう技も習得しました。他にも何個か習得したんですけど、お金がたくさん貯まっていたのでできるだけたくさん習得しました。鏡の技とかいろいろね。まあそれは置いておいて、とりあえずイベントが始まったようなので、ここからやっていきたいと思います。ほへー、こりゃいい眺めだと言いたいところだが、無残なナンパ船が丸見えで物悲しいものがあるぜ。おや、よく見ると海の底に妙な模様が見えないか。まるででっかい三日月のようだけど、珊瑚礁にしちゃ綺麗な形だな。三日月を描くのかな。あ、ここにも三日月じゃん。この台座のここにも赤色の三日月ありますよね。何の意味があるんだろう。書いてみるか、一応関係ないと。夜にしてみた、関係ないですから。さっきまで夜だった。え、夜にならない。え、痛くさすぎじゃない。中二段ジャンプこんなんです。これって足があるんでしょうか。なんか取れちゃった。なんか何もなさそうですね。ああ、立派な船もこうなっちまったら無残なもんだな。大層な積み荷があったかもしれないが、中へ入ろうにもこれじゃ溺れちまうぜ。そうですよね、何もできないんですよね。そう、乗れないな。本当に何もないですね。来た意味ないな。お、宝箱が見える。何かしてこの斜めになっている木を伝っていけないもんだろう。奥側にありますよね、宝箱。ここでどうしても落ちるんだよな。自分の操作が下手なだけなんですか。おっと、いけた、ラッキー。隠れ玉を手に入れた。
何個目だろう。結構集まってるよ。もう黄金の桃を手に入れた。はい、じゃあこれを取るためだけに来たと。ジャンプしてないからさ。よいしょ。それじゃあ多分行けるところが一箇所しかない雰囲気なので、餌をやるって今出た。お寺には行ってみたんですけど、今神主さんがちょっと留守にしていていなかったので何も起こらずに終わりました。ということで西安橋でしたっけ、都の名前は。多分そっちに繋がってるんじゃないかなという道があったので行ってみたいと思います。なんかこの百景巻ね、赤色になってるじゃないですか、ここに来てから。そしたらまた新種の妖怪がたくさん出るようになっていて、もう倒し方がなんとなくで分かったんでよかったんですけど、最初もし強かったらどうしようとか、またチキン根性が出てしまいまして、でもまあ倒し方も分かった今ならそんなに怖くないです。傘で封じられたら風吹かせれば傘が飛んでくという、ただそれだけの倒し方です。こいつはそれで札玉でお財布強化したのでたくさん持てるようになってます。そのおかげでその無礼な技を覚えられました。あー、さっき使うの忘れましたね。1ボタンを短く押せばできるらしいです。なんか後ろ足で蹴るみたいな本当に無礼な技でした。また機会があって覚えていたらやりたいと思います。拳を手に入れた。攻撃力アップですね。この雷のやつは炎のやつと同じで風をやるとなくなるんですよ。グレンがやれないので、
しできるっていうプレーね。こいつも風で吹っ飛んだりとかしないのかな。するんですか。マジか。お、もしかしてこれって光ってます。やった。じゃあ人魚の個性を投げ入れたいと思います。やったね。今まで何箇所か投げ入れてきたんですけど、全部投げ入っても何も起こりませんでした。ここは漁島原の北と南を隔てる関門砦さ。この向こうには漁島原が誇る数々の景勝地があるんだが、今はどこも妖怪たちでいっぱいでな。妖怪どもが徒党を組まないようにこうして砦で分断してるんだよ。昔はこの砦も旅人へ賑わったもんだけどな。なんだよお前、この関門砦を通りたいのか。それだったなら隣にいる同僚に頼みな。それより犬っころ三日月櫓って知ってるかい。そいつは暗黒寺のふもとあたりに立ってる櫓でな。さっきのやつですね、これ。あそこから見る月は絶景だって話なんだけどさ、櫓が高すぎて俺じゃ登れそうもないんだよね。あの櫓でお月見するのが俺のささやかな野望なんだけど、あの櫓に登るにはまず道場でジャンプ力を鍛えなきゃな。犬っころお前も鈍そうだからお月見は無理かな。え、登ったよ。登ったけど、なんでこんな落ちてんの。まあいいや。登ったけど、あの三日月がうまく描けなくて夜になれなかったんです。夜になってから登ればいいんでしょうかね。確実に。お月見するとなんかあるんですかね。向こうに西安橋が見えてますね。でも今なんか通れなさそうだったので、おっと、岩盤掘りますよ。やっぱりさっきの矢倉に行けって感じですかね。先に詰まってる詰まってる。じゃあ夜になりましたし、櫓に行ってみますかね。でまた登るのに悪戦苦闘してる間に朝になっちゃったとかなったらどうしよう。まだ、ね、空中二段ジャンプは慣れてないんですよね。あそこに乗るのも何回も失敗しましたから、もう一寸先輩に下手くそって何回も言われました。失敗すると言われるんですよ。いけ、よっしゃ2回目でいけた、ラッキー。え、それだけ。こりゃたまげたぜ。海にぽっかり穴が開いちまったじゃねえか。なんだか不気味な光景だけど、あの干潟歩いても大丈夫か。大丈夫なんじゃないかな。これね、溺れずに中を見ることができるってことですね。何これ。
箱の代わりってことでしょうか。中浜札を手に入れた。どこから乗ればいい。ここかな。それでは時間がちょうどよくなってきたので、この船に入るところで終わりたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。次回は多分この難破船を冒険する感じになると思います。それでは